こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ギターファンタジー始めていきましょう。おはよう。ねえ、今日何時起きだった？いいなあ。私が頑張らなくちゃ。ここだけの話ですが、朝のトレーニング気持ちいい。いい感じよ。結構頑張ったよ。すごいわ。どう？よく頑張ってるわね。大玉転がしとか玉入れとかはやらないよね。学生時代を思い出すわ。それじゃあ行ってくるわね。ちょっとアイス。ありがとう、助かった。さて今回は後日談と大家のさ、なんかクラフトクエストをニューが来てる。ああそうか、まあ、これも時間があればやりましょう。料理を誰かと一緒に作るのってとても楽しいですね。3日間気がつけば超強敵クエストでできたっけ。大魔王を倒しに行くぞ。料理を誰かと一緒に作るのってとても楽しい。ちえちゃんは可愛いからって手を出しちゃダメよ。うん、ダメです。何でしょう。やれやれ。おいこら。ええ、あれ、まあままならないな。苦労するよ。何の話だろう。そうかけど、え？マジか。大事。あれ、え？え？お、いや、ランプが？不安だ。ランプがよく見えない。チャンスですね。お、おう、どうかしら。マジか。ああ、待て、あたしの周りは話を聞かないやつばかりか。やれやれ。疲れはお酒で取りたいし、スルメも美味しいわ。
そうね。そうね。うんうん。でも。どう？はい。ああ。困った。友達なのかそれ。そうね。だよな。そうよ。うん。ちえちゃんが可愛いからって手を出しちゃダメよ。さて。うん。そうね。ああ。あらあら。ん？おう、そのやつサイコロかな。あれを、あれではな、あの、うん、ほほう、大家ですから。おう、いいな。おう、ちえちゃんかわいい。すごい。もう。あの。お。あらあら、まったく。え？もう。でもいいじゃない。ちえちゃんが可愛いからって手を出しちゃダメよ。そんなもんよ。神様は街を普通に歩いてるっていうのがすごい。ありがとうございます。うん。でもサンキューな。ありがとう。ちょっと聞いて。なんだろう。イエーイ！
暑い。それない。メタ、そうっす。やった。ほらすごいです。力こそパワー。よし。ちえちゃんに悪い虫がつかないようにしないと。やった。力使いすぎたかな。大丈夫ですか。フラグかな。でも。大きな異変。キララ以外の新食。疲れはお酒で取りたいし、スルメも美味しいわ。これ全部終わりかな。こいつらは料理を誰かと一緒に作るのってとても楽しいですね。シュリの友達の西鳥めぐみよ。社長さんってどうやって入れるんだ。今のおすすめ。クラフトクエストやりましょう。ひたまりステッチ、スケッチ。この場合、赤の属性だけで戦った方がいいです。とにかく勝てるやつを。チノ、行ってきます。さあ行くよ。何これ、ゴブリンみたいな感じ。えい、どうかな、効いたかな。強い、やっぱり強いな。遅いか、遅くない。無理しないでよ。やっちゃいますよ。地の投入。お手柔らかにお願いしたいです。受けてください。強い。だからこそパワー。まったく仕方のないココアさんです。どうかな、効いたかな。やっちゃいますよ。体がついていきません。当たってください。死ぬ、死なずに倒れた。皆さんのおかげです。知能は結構有効ですね。さあ、ひまわりステッキ、その、ステッ、ひたまりスケッチ、その3です。こちらは土属性のみ意識しましょう。風属性の強い敵。じゃあ行ってくる。
ったな。負けっかよ。2回フレー壁になります。強い。力が湧いてきます。魔法攻撃使える人は早く倒してしまいましょう。フレーフレー、立ってられるかな。ここに行きたい。食らえです。本気の力見せてやるです。いきます。勝つことしか考えてない。OK。 すごい、やりましたね。これでこのクエストは完了ですかね。完了ですね。怖い夢見ちゃった。 PC が固まって絵が保存できなかった夢。たまりパーク、ひらかたパークと見てしまった。報告。アイテムはご覧の通り。クリアオーブはレベル3。私の家具に不備の二文字はない。お、なんかいろいろ増えました。喜んでます。召喚やる。これはですね、キララミラクもうやってもいいとは思いますが、こんなんあるんですね。大家の里中千恵です。つつかものですが、シュリの友達の西鳥めぐみよ。いいお天気。オールラウンダーシュリ健山、何でも任せて。さあ、考えないと勝てないというか、一人は以外を入れとかないとね。ここでメイドコルク登場です。そういうことか。私に任せときな。必ず勝つ。これで勝てる。勝てちゃう。攻撃は最大の防御。痛い。何があるかわからないからな。モノハの刃。ほら、手伝ってやるよ。いろんな薬を混ぜてみたよ。動きが鈍いぜ。こっち来るな。魔性が出てるだが。止まってしまった。必殺
の一撃。準備 OK。 さあ行くか。あそこだな。こんなの見つけたぞ。お姉ちゃんにすべて任せて。全部単体か。じゃ強いやつ。まだまだ私と踊ってもらうよ。マジ体がサポートする。じゃあ、ちゃん。よっと。動きが遅いコルクじゃない。ここはお込みがブルーレイボックス。エトワリアでも道をよく聞かれるから地図を覚えておかないと。土属性でしたね。オリビアスナ行きましょう。目が怖い。足ひれが歩きにくい。え、こんなの聞いてない。あれ、これがこんな効力だっけ。どうだ、わずかに89残ってしまった。ほら手伝ってやるよ。ほら手貸すから頑張りな。これをこうして、あしてこうだ。負けられないんだ。だ、まだまだ健康一滴。フォーメーションはバッチリです。やられる前にやっちゃえ。必殺。なんだっけ。わっ、囲まれてる。イエーイイエーイ。やっりましたね。だ、フラフラします。ちょっとやいわ、やばい。回復できる人いないの？あ、いないな、回復できる人。出し惜しみはしない。いや、出し惜しみせずやってくれ。観念してください。しゃあないですね。やりましたね。ちょっと変えてみましょう。オールラウンダー手裏剣山。何でもま、カオス、カオス先生行きましょう。出発。お手並み拝見。止めさせないですね。攻撃は最大の防御。ほら手貸すから頑張りな。やるっきゃないよね。ほら手伝ってやるよ。やるっきゃないよね。思想が出てます。
まだまだ行くぜ。優秀な子いった。いいね。やってみよう。敵を知り己を知れば百戦危うからず。アフターヌーン了解した。まずは最高を取り寄せ。必要なものが台車とリーセット、茶葉とケーキスタンプ、お菓子と刺激準備、あとは提供するだけ。これはどうしたものか。まだここだったら成長余地があります。お、なんかもうやる気満々ですね。うわ、今ぬめってした。これも使ってないか。おっと、集団魔法だった。見たか、これが安のパワーだ。今度は学校暮らし。エトワリアでも道をよく聞かれるから地図を覚えておかないと。ちょっと忙しくて。あなた、すみません、ありがとうございます。すっごく助かりました。またクリエイクラフト。前はですね、日だまりスケッチでした。だから学校暮らしもやれそうです。作りたいのか。あ、この辺の これ違う、クラフトクエスト、クエストではない。早朝、早起きは三文の徳。こっちは今だけ。100だったらスタンプラリーカード交換できるのか。まあやるっきゃないですね、それなら。料理を誰かと一緒に作る。クラフトクエストは合ってる？学校暮らし。その2ですね、が加わってます。これはいずれ次期を見てやりましょう。料理をたオールラウンダー手裏剣山、何でも任せて。今1しかないか。ちゃちゃっとやっちゃいましょう。最高、最強集会メンバーで。この神社では弱い。神社そんなに強くないな。人気ないのかな。石谷めぐみとかいますか。うん、里中知恵。行ってくるです。普通の武器じゃなかったです。ここは任せてください。きっと大丈夫。何個いく。サポートします。クラエ
知恵も出ファン欲しいね。お掃除しがいがあります。回復か知恵。お布団ふかふかですよ。悪魔の手は大家特権を使います。今日は何か安いかな。タイムセール逃すわけにはいきません。もうすぐできますからね。どうぞ召し上がれ。うん、いただきます。うん、おいしい。おかわりもありますよ。いいですね。エトワリアでも道をよく聞かれるから。神社、あ、違う、この神社じゃなく。準備できました。行きましょう。キリがないですね。やってたらキリが。どいてもらうぜ。今こそうなれ相棒。この町の平和は私が守らねえよ。どっせい、この世の果てまでぶっ飛びな。飛んでいった。ちょっとこんなもんや。今は我慢の時だね。まだだ。これ一体気合い入れていくぜ。センチ、これか。お手並み拝見。これは何やってる。知りますね。あ、知らない。とっておきのやってみよう。今の使い初めて登場。私がやらなきゃ。お手置きは足が速いから。強い。わっはっは。朝飯前だぜ。で、これでエトワリアでも道をよく。大家の里中千恵です。あのアニメキャラのように頑張れ私。なんだろう、召喚しないと出てこないとかかな。早朝、早起きは三文の徳。こっちは今だけ。スーパーリカード交換できます。交渉成立。で、これで限界突破させます。何がいいんだろう。待ち方満足そんなに持ってないんだよな。このタイムで行こう。こ
交渉成立。おはようございます。噛んじゃいました。おめちゃトレード。早朝早起きは三問の得。今のおすすめ。進化ですね。武器、まあ、いろいろもありますね。これは何でしょうね。結構意味深でありますが、僧侶を、僧侶全効果。交渉成立。交渉成立。いいですね。召集へ、召喚へ。行ってないか。これも400までですね。あ、これ初登場なんだ。ファンネルリース、ま、だがここはね、10回召喚。ダメっぽい。もう全然ですね。あと3回じゃないの。さあどうだ。星4か。9が加歩せん。あーダメっぽいな。出そうかな。ダメでした。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。おはようございます。噛んじゃいました。日焼け止め全然効かなかった。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。日に焼けやすいの。少し助かっちゃったね。アマウさんの従業員にならない？なんてね。はい、というわけで、大家の里中千恵です。ふつつか者ですが、よろしくお願いします。近くて遠い世界の少女たちが、これで終わりですね。次回からおそらく新クエストになるかと思いますので、また、見てください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。このキラーファンタジア、今まで遊んだ記録プレイリストにしております。説明欄にアドレス記載します。ぜひご覧ください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。